戸辺の平野賞、神宮寺優太、岸優太が守る三つの約束。滝沢秀明のリーダーシップとは、戸辺事務所の成功の鍵。滝沢秀明とアーティストたちの三つの約束とその影響。滝沢秀明が設立した戸辺事務所は、日本の芸能界に新しい風を吹き込んでいます。彼自身が長年にわたりアイドルとして活躍し、その経験をもとに設立したこの事務所は、 彼の信念と哲学が色濃く反映されています。特に戸部のアーティストたちが滝沢秀明と交わした三つの約束は、彼らのキャリアと私生活の両方において非常に重要な指針となっています。戸部に所属する平野翔、神宮寺勇太、岸優太の三人は、滝沢秀明と共に新たなスタートを切った際に三つの約束を交わしました。この約束は、彼らのイメージを守り、健全なライフスタイルを維持し、 ファンとののの信頼関係を築くためのものでした。めもでしまず、彼らは特定の施設を避けることを誓いました。具体的には、ホステスバーなどのスキャンダルの温床となりうる場所に行かないことが約束されています。これは、彼らのイメージを守るためだけでなく、ファンや事務所に対する責任感を示すものでもあります。次に、趣味に従事することが奨励されました。滝沢秀明自身も多くの趣味を持ち、 スストレををを管理し、し精神的健康を維持すす。るためにこれを実践しています彼はアーティストたちにも同じように趣味を持つことを推奨し、それが長期的に彼らの健康とパフォーマンスに良い影響を与えると信じています。平野翔は陶芸やツーリング、神宮寺雄太は旅行やアウトドア活動、岸優太はさまざまなスポーツを楽しんでおり、これらの趣味が彼らのストレスを軽減し、精神的なバランスを保つ助けとなっています。 そして、最後に彼らは恋愛よりも仕事を優先することを誓いました。これは、キャリアの初期段階で特に重要であり、彼らがファンとの約束を守り、プロフェッショナリズムを示すためのものです。恋愛は個人の自由であり、重要な要素であるものの、芸能界という特殊な環境においては、仕事とファンへの献身が最優先されるべきだと考えられています。これらの約束を守ることは、簡単なことではありません。 特に若いアーティストにとっては、多忙なスケジュールやプライベートの制約が大きなストレスとなり得ます。しかし、滝沢秀明のリーダーシップと彼自身の経験から生まれたこれらの約束は、戸部のアーティストたちにとって大きな支えとなっています。滝沢は、アーティストたちが自分自身の健康とキャリアを大切にし、長期的に成功するための道筋を示しているのです。滝沢秀明がアイドルとしてのキャリアを通じて得た教訓は、 彼の経営哲学にも深く影響を与えています。彼は、厳しい業界での成功には、プロフェッショナリズムと自己管理が不可欠であることを身をもって知っています。そのため、戸部のアーティストたちに対しても厳しいが愛のある指導を行っています。彼の指導は、単にルールを押し付けるのではなく、アーティストたちが自分自身で考え、行動する力を養うことを目的としています。さらに、 トベのアーティストたちは、滝沢秀明との強い信頼関係を築いています。彼らは、滝沢が自分たちのことを真剣に考え、支えてくれていることを感じています。その結果、アーティストたちは滝沢との約束を守り続け、プロフェッショナルとしての意識を高めています。また、滝沢はアーティストたちがリフレッシュできる時間を大切にし、彼らが趣味やリラックスする時間を持つことを奨励しています。 これは、彼自身がキャンプやアウトドア活動を通じて得たリフレッシュの重要性を理解しているからです。飛べの成功は、滝沢秀明とアーティストたちの共同作業の成果です。彼らが共有する価値観と約束は、飛べファミリー全体の強い絆を築いています。例えば、神宮寺勇太が初めてインスタライブを行った際、滝沢のキャンプ飯の話題が出たことがあります。これは、 滝沢とアーティストたちが単なる仕事の関係以上の絆を築いていることを示しています。こうしたエピソードは、ファンにとっても非常に印象的であり、戸辺の温かい雰囲気を感じさせます。また、戸辺のアーティストたちは、海外進出を目指して全力を尽くしています。これまでに一切のゴシップがないことも、彼らのプロフェッショナリズムと約束を守る姿勢を裏付けています。彼らは、 自分たちのキャリアとファンを第一に考え、そのための努力を惜しみません。これは滝沢秀明が彼らに伝えた3つの約束が単なるルールではなく彼らの成功への道しるべであることを証明しています。さらに、戸べのアーティストたちはファンとの新しい景色を見ることを楽しみにしています。彼らはファンとの絆を大切にし、常に新しい挑戦を続けています。これは 彼らがファンに対して誠実であり続けるための努力の一環です。また、滝沢秀明もファンの気持ちに寄り添い、彼らの期待に依頼続けています。例えば、ナンバーアンダーライン愛のファンクラブ入会日を七夕に変更したことは、ファンへの思いやりを示す一例です。滝沢秀明のリーダーシップと飛べのアーティストたちの努力は、これからも続くでしょう。彼らは、 厳しい業界の中で自分たちの道を切り開き、成功を収めるために日々努力しています。ファンとしては、彼らを信じて応援し続けることが最も重要です。そして、彼らがこれからも、三つの約束を守り続け、ますます輝いていくことを期待しています。滝沢秀明が提唱する、三つの約束は、戸部のアーティストたちにとってのガイドラインであり、彼らの成功を支える柱となっています。 これからも、戸部のアーティストたちがこの約束を守り続け、ファンとの信頼関係を築きながら成長していくことを楽しみにしています。ファンとしては、彼らの成功を見守り、応援し続けることが最大の喜びです。そして、戸部がますます発展し、滝沢秀明のビジョンが現実のものとなることを願っています。滝沢秀明と戸部のアーティストたちの物語は、これからも続いていきます。 彼らの努力と情熱、そして、三つの約束を守り続ける姿勢は、ファンにとっても大きな励みとなるでしょう。これからも、戸辺のアーティストたちが新しい挑戦を続け、成功を収める姿を見守り、応援し続けていきたいと思います。滝沢秀明と戸辺のアーティストたちの物語は、まさに進行中のドラマのようです。彼らの一歩一歩が新たな歴史を刻み、 ファンと共に成長し続ける姿は感動的です。特に、平野翔、神宮寺雄太、岸優太の三人は、そのプロフェッショナリズムと誠実さで、多くのファンの心を掴んでいます。彼らが、三つの約束を守り続ける姿勢は、単なるルールの遵守ではなく、自分たちの信念と滝沢秀明への信頼の証です。彼らの約束の一つである特定の施設を避けることは、 日常生活においても大きな影響を与えています。夜の街でのスキャンダルを避けるため、彼らは仕事が終わった後も自己管理を徹底しています。このような姿勢は、彼らの高いプロフェッショナリズムを示しており、ファンやメディアからの信頼を得る要因となっています。さらに、彼らは趣味を通じてストレスを解消し、精神的なバランスを保つことにも努めています。趣味に没頭する時間は、 彼らにとって重要なリフレッシュの機会であり、クリエイティブなインスピレーションを得る源でもあります。また、恋愛よりも仕事を優先する姿勢は、彼らのキャリアにおいて非常に重要です。特に若いアーティストにとって、恋愛は大きな誘惑となり得ますが、彼らはキャリアの成功を最優先に考えています。このような姿勢は、ファンに対しても誠実であることを示しており、 長期的な信頼関係を築くための基盤となっています。